11月2日はグレゴリオ歴で年始から306日目にあたり、年末まであと59日ある。日米による中国分割協定、石井、ランシング協定成立。この日米協調路線は、第一次世界大戦終結後、1922年の9カ国条約まで維持されるパレスチナにユダヤ人国家設立を認めたバルフォア宣言。画像は、 時の外務大臣、アーサー・バルフォアンが宣言を執筆した、机国民福礼交付。皇后とお都合が定められたクイズ番組、東園 T1 でのやらせ発覚。映画、クイズショーの、現代北総第八代皇帝、基礎誕生を露国美術前世紀に、写実的な風俗画で名声を博した。フランスの画家、ジャンシメオン・シャルダン誕生。画像は、 食前の祈りケンタッキー州に入植したアメリカ合衆国の開拓者ダニエル・ブーン誕生アメリカ人の理想像の一人マリー・アントワネット誕生画像は7歳の時の肖像画両感、誕生革命的サンディカリスムに影響を与えたフランスの思想家、ジョルジュ・ソレル誕生日本画家横山大観誕生イタリアの映画監督 ルキノビスコンティ誕生俳優、三橋達也誕生日系アメリカ人として、初のアメリカ合衆国政府閣僚となった、ノーマン・ミネタ誕生プログレッシブロックバンド、エマーソン・レイク・パーマーのキーボーディスト、キース・エマーソン誕生女優、深田京子誕生アラゴン十字軍を撃退した、アラゴン王国最大の王、ペドロ三世没王と模試を支えた、戦国武将、 立花同説没イギリス初代中日総領事、ラザフォード・オールコックボツ・アンキを引き、日本と接触した中華民国北京政府国務総理、ダンキズイ没南ベトナム初代大統領、ゴディン・ディエム・クーデターにより、殺害アラブ首長国連邦初代大統領、ザイド・ウィン・スルターン、アール・ナヒアン・ボツ・オランダの映画監督、テオ・ファン・ゴッホ、イスラーム過激主義者により殺害。画家、 ゴッホの弟、デオドルスの彦、ありがとうございます。